のんびりコロコロ家族、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回は撮影の時に2人がカメラから離れると声が聞き取りにくいということで、ワイヤレスマイクを購入してみました。ワイヤレスマイクを購入するにあたっての条件は、2人にマイクをつけるので1つの受信機で2つの送信機を使えることです。もう1つの条件は、プロ用なんて必要ないので格安なのを探しました。それがこちらのファーブ UHF ワイヤレスピンマイクです。お値段も2019年1月13日時点では Amazon で3599円でした。延長コードの方は後ほど紹介いたします。では開封していきます。説明書は日本語でした。中身はこんな感じです。左上から受信機の充電コードと送信機2本、左下から受信機とマイク2個です。送信機はベルトなどで止めれるようになっています。電源を入れると約5秒で受信機と自動でペアリングするそうです。こちらが受信機です。 6.5mm と大きめのアンテナですが、 3.5mm の変換器も付属されてあります。この電源コードを受信機に接続して充電します。5mm の変換器もこれです。ピンマイクは送信機に取り付けます。ネジ状になってますので回してつけます。送信機の電源は単三電池を2個使えます。では受信機を取り付けてみたいと思います。上がマイクで下がイヤホンです。受信機のアンテナの太さは 6.5mm、ビデオカメラの穴の太さは 3.5mm です。大きさが合いませんので 3.5mm の変換器を使います。これでビデオカメラに取り付けることはできましたが、このままだと重すぎるのでこの延長コードを使います。感じで取り付けると受信機の重さを軽減することができます。室内で使用してみた結果、パソコンや冷蔵庫が近くにあるため5メートル離れると開きませんでした。次は屋外で使ってみます。この距離だと嫁がコロスケに何か話しかけているようですが聞こえません。これくらいの距離から嫁の声が入ってきました。距離にして約6メートルか7メートルくらいです。この階段、これ持って上がってきました。
夫婦同時に話しましたが、変な干渉もなかったように感じます。これから釣りなどのカメラから2人とも離れてしまう時に使おうと思います。今までもほとんど喋ってなかったのは2人とも滑舌に自信がないからですが、この動画以降もいくつかはワイヤレスマイクを買う前のものがあります。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録してもらえると元気が出ます。またねー。